では早速参りましょう。変換してもらうお題は春日が一つ選んでください。じゃあこれにしようかな、うん、ダブルチーズバーガー。おー、それちょっと長めで、でもこの、ね、短くもなく長すぎず、ダブルチーズバーガーの春日語、はいはい、ヒントみたいなのもらえない？例えば月見バーガーはなんて言うかとか。例えば月見バーガーは何だろうな、うん、バーガー月見じゃないですか。美容室じゃねえ。逆に全員を惑わす結果になった気がするが。これはもう、まあ、シャッフルしてますから私、うん、はいはい、まずは A のワードです、はい、C ダブ。おー、シンプルメント。 B ディーブルズーチービーガー。そういう意味ちょっと言ってほしい。ぽいな、めっちゃぽいです。 C チーズチーズババア。やめてくれよ、 CM やってんだぞ。一斉にオープンでいいっすね。それでは皆さん一斉に回答オープン。 ABAB、 あ、チーズチーズババアいないんだ。いないよ、大丈夫か。いや大丈夫、大丈夫か、 C いないけど。藤島さん、私も B と C で少し迷ったんですけど、でも春日さんがババアって言ってたらショック。やっぱり今の時代ね、ありえないですよ。それでは正解を発表したいと思います。 B です。ディーブルズーチービーガー。意外と2人しか正解しなかったから、いけるかもしれないですね。なんかすごい教養にもなるし。どこがいいかもしれない。どこに行かせるの。他誰でしたか。チーダブがニブちゃん、でチーズチーズババアがキャプテン。おい、チーズチーズババアの方がなんかいいけどな。食べる時になんかこっちの方がなんか受けてたからな。